較してみましょう。皆さんこんにちは、オルタのチャンネルのお時間です。みんな売れっ子 YouTuber になるには何が一番大切かわかるかな？君たちならそうわかるよね。そう、かっこいい眉毛です。 YouTuber に一番大切なのはそう、かっこいい眉毛でございます。ということで今回はかっこいい眉毛に自分でセルフカットしたいと思います。はい、ということで早速眉毛の方をカットしていきたいと思います。今回目指す、眉毛の形はですね、芸能人の佐藤健くんの眉毛にしたいと思います。パチ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 。で、佐藤健くんの眉毛の特徴はというとですね、やっぱりここは細くて眉山にかけてはなだらかに、一応ここのカーブを作ってる感じですね。ピーンって感じじゃなくて、ここは細いけど眉山からはやっぱりちょっと下がってる、そういう形になってますね。見てみるとやっぱり結構太いですね、僕の眉毛は。ここの下の線を細くしていきたいと思います。眉毛、上を剃るのはかなりの上級者向けってことなんで、下だけ今回はいじりたいと思います。それではやっていきます。このやっぱりこの眉毛専用のシェーバーやりやすいですね。ほんと幅が狭いんで、どこを剃ってるのか自分で確認しやすいです。いや、思い切ってね、結構細くしたいと思うんですよ。どこまでいくかラインの見極めが難しいね。どこまで細くするか。あれ、キリッとなってるね。目力入れた時にやっぱこっちの方が目力強いね。キリッとなってね。ちょっとこれくらいにしときましょう。右側は一応細さはこれくらい。それでは同じように左目も剃っていきます。こっち利き手じゃないんでちょっとね難しいですね。ジョリジョリいってますぜ。どこまでやるか。はい、ということで、下の線を細くする作業は完了ですっていうね、リリッサーを増したんじゃないですかね。次のステップは眉毛をちょっと薄くしていきたいと思います。さっきのくしと、あと小さいこういう眉カット用のハサミ、これも100均で売ってるんで、合わせて余分だけをどんどんカットしていきたいと思います。これを両眉にやっていきます。はい、ということで、毛の長さをただいま揃えました。どうでしょうか。初めに比べたらやっぱりだいぶ細くなったんじゃないかなと思います。最後は微調整ですね。このやっぱり眉山から切ってなだらかなカーブを作るために、ここの角度をつける微調整を加えたいと思います。いや、だいぶ細くない、半分ぐらいの太さになってますね。もうどうでしょうか。今削ってここにカーブをつけましたね。わかりますかね。ちょっとここにカーブの線をまっすぐ入れて、ここをちょっともうちょっと削ったことでここにカーブが生まれました。どうでしょうか。かなりキリッとシャープな目元になったんじゃないでしょうか。比較してみましょう。結構違うんではないかなと思います。これでね、夏に向けて爽やか YouTuber の誕生でございます。そして、今回は眉カット、次はね、ヘアスタイリングに挑戦してと思います。オルタの今までやったことないようなね、ことに挑戦してみたいと思います。ぜひ皆さん次回も期待しててください。次回の髪セットは綾野剛風髪型スタイリングをしたいと思います。一体どうなるでしょうか。ぜひ期待してくれる方はチャンネル登録よろしくお願いします。お楽しみに。それではまたね、バイバイ。動画最後までご覧いただきありがとうございました。オルタナのチャンネル登録、そして動画へのグッドボタン、最後に関連動画もぜひチェックしてください。そしてオルタナには他にもセカンドチャンネル、 LINE アット公式アカウント、 Twitter アカウントがあります。 URL は全て説明文に載ってるので、全てフォローして君もオルタナになってくれ。オルタナは2015年登録者数10万人を目指しております。ぜひ周りに YouTube 好きな子がいたらオルタナ広めてくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。